伊豆川駅はどっちに行きゃいいんだっけ。こっちだよな。よし、こっちの駐車場開いてんの？こっちも閉めてんのか。まああっちの内宮前のところはね、どっち普段満車すぎてね、なかなかあっちまで止めに行けないんですけど、なんでまあ結構普段使いで行くとこっちの駐車場に止めることが多いんですけど、こっちももう閉めてんだな。うわ、ああ開いてない。一台も車止まってないですよ。まあ当たり前ですよね、開いてないんですから。いやいや当たり前のことなんですけど、当たり前じゃないですからね、こんなこと。うわ、これはかなりびっくりする光景ですね。あ、ちなみに一応ね、ここからね、伊豆川までは歩いていこうかなと思ってるんですけど、ちなみにあの車のお祓いで有名された巨人社、ここね。ですけど、まあ当然車のお祓いはやってないんでしょうね。こっちは一応駐車場空いてるのかな。普段まあわざわざこっちに止めないですよね。だいたいこっちのね、駐車場に止めて、そのまま一人で、ね、太鼓神社さんもね、参りするようなね、もんですから。うわ、閉鎖閉鎖。もう全く開く気配はないですね。何なんだこの光景は本当に。まあ、確認しましたけど、こっちで合ってるそうですね。ただこれ渡っとかんとね、あのどうも先にあの渡れる横断歩道がなさそうなんでね、せっかくね、このね、橋は歩道橋を渡ってね、向こうから行ってみましょう。さちゅーってなってますしね。トップ3道ってね、なってます。ここから伊豆川駅までトイレはありません。あ、これ大事ですね。当たってね、向こう側にありますけど、そう、こっから先全然ないですね。まあ、まあ、先トイレも済ましたで大丈夫でしょう。よし。今日、遊艇いっぱい歩いてますからね。まあ、この後、伊豆川駅まで歩いたところでね、次の企画をちょっと考えてるって話をね、言ってましたけど、まあ、それも完全に別の動画でやると思いますけどね、やるとしたら。ただ、今ちょっと地図で確認したらね、行けるのかな、どうかな、怪しいな。行ったところで多分行くの自体はね、ちょっと大変やけど行けると思います。さっきのね、伊勢沖津から質の間に比べたら多分楽だと思うんですけどね。まあさっき歩いた疲れがすでに溜まってますしね、それ以上にね、ちょっとそこにね、目的地に着いたところでどうするんやっていうところがありますんでね。ちなみに3密の心配は絶対ないと思ってますけどね。今から行こうとしてるところはね、分かりませんけどね、行ったら超満員だったら、どうしようもないですけど。赤服、あ、でも赤服はお土産品が売れるからまだいいのかな、どうなんでしょうね。いや、でもやっぱり静かなところとかね、全部ね、食べ物屋さん閉まってるのは痛いと思うけどな。ね、これ Y 字のところね、これをね、左に行ったら確かね、伊豆川の方に行けるはずですから、右行くと大変なはずです、確か。車で行くときはよく右から行くんですけどね、こっちが国道でね、走り良いですからね、で、確か左側が旧道やったかな、なんですけど、まあそっちの方にね、伊豆川駅の方ありますからね、ラーメン屋さんとかも、あ、しばらくはもう昼営業のみなんだ、夜やってないんだ。ずっと行った先、まあこの先特に何もないと思いますから、一回切ろうかな。よいしょ。各社いろんな趣向を凝らしてるんですね。ここはテイクアウトでこう湯葉丼とかやってるんですね。へえ。湯葉屋さんなんですけど、湯葉で丼を作ってみたんだな。へえ。まあ今のご時世とはまた関係なく、単純にエモいですよね。ライブ、ディスコ、カラオケ、レンタルスタジオって。この、ね、なんか並びの感じがね、エモさを感じますよね。さあ、もうあとちょっと歩いたら伊豆津川には着くのかな。もうさっきの道をずーっと道なりですけど、まあね、さっきのね、あのところと違って、
ここはもう歩道はしっかりしてますからね、歩いてもね、まあまあまあ、言うてね、まあまあね、アップダウンがありますんでね、この石津川から、内宮の間ってね。まあ正直バスを使うならね、バス使った方がいいと思います。普段でしたら10分に1本ね、来てますからね、そんなにね、気にすることないんでしょうけど、ちょっとね、うん、ね、今半分になってますからね。もうその先が石津川駅のはずです。もうちょっと行かないといけないか。これ高架からの下くぐってきたんですけど、そうすると歩きの場合はこんなショートカットがあるんですね。綺麗な駅表示じゃないですか。へえ。あ、でそのまま石津川駅に行けると。はあ、はあ、あ、これは近いですね。結構なショートカットできますね。これちょっと地図見とってわからんかったな。ラッキーラッキー。ぐるっと回らないといけないかなと思ってましたんでね。このまま本当は駅前に出れるんで、とりあえず着きました。石津川駅ね。まあ、内宮から石津川駅はこんな感じと。どうしてもまさかから先ね、特に石中川界隈になってくるとね、すごい過密ダイヤになってきますからね。でも西日が強いんで、なんか逆に暑く感じますね。ということで、まあ、石津川駅ですね。まあ、石津川駅も何回も来てるからいいですよね。問題はこっからなんですよ。とりあえずこれでね、駅間、散歩じゃね、内宮からね、まあ、石津川の感じはこんな感じでしたよ、ということで一回動画締めようと思います。どうもね、まあ、いいか、一応駅名表まで進む。もういいですよね、こんだけ分かっとったですね、これ石津川駅ね。ということでね、まあ、ここからまた別の動画撮りますんで。ということで、この動画ね、とりあえず以上で締めさせていただきますね。どうもご視聴ありがとうございました。わー、いや、ここで全然見てねえじゃん。